それでは本題です。今日は挑戦するリスクと得られるものということでお伝えしようと思います。えー、まあね、ちょっと振り返っていこうかと思うんですけど、僕あの、東京鴨頭ランドっていう会社を、なんかちゃんと言えてないな、東京鴨頭ランドっていう会社を、まあ、今年で12年、12年もう経ちましたね。13年目に今月から入りました。えー、やってきたんですけど、ちょうだの、 2年半前これはもう僕だけじゃなくてみんなですよねやっぱり新型コロナウイルスっていうのが世界中をね駆け巡ってまあビジネス的に非常に大きな転換を迫られたまあ僕は講演家なので人に集まってもらってやっと価値をでき提供できるっていう仕事なんですよ でもちろん YouTube 講演家って言ってんだから YouTube でビジネスやってんだろうって言われるかもしれませんが、まあ、うちの会社の規模で言うと YouTube さんからいただく広告収入っていうのはもうほとんどね事業としてはほとんど影響ないぐらいあのちっちゃいんですよ。 まあ、うちも社員の方も結構多くなってきたし、投資もものすごくしているので、あの、月額数百万円ぐらいの YouTube 広告ぐらいでは決してね、運営できるようなレベルの会社ではないので、じゃあ YouTube 講演家って何やってるかっていうと、YouTube で、鴨頭嘉人のことを知っていただいて、その上で、例えば僕に会いに来きたいとなったら講演会に来ていただいたり、 あ、鴨さんってこういう本書いてるんだって知ってもらって本を買っていただいたりビジネスがっつり鴨さんから学びたいと言って、まあ、ビジネス実践塾 2days であったりそれからビジネスインフルエンスマスターコースであったり、まあ、そういうビジネスの、まあ、講座を受けていただいたり、まあ、もちろん他にもいっぱい事業やってますけど基本的には鴨頭よしひとに YouTube で出会っていただいてその後もっと学びたいという方が僕の。 教育コンテンツを買っていただくっていう教育業それが東京鴨頭ランドだったわけですよだから YouTube だけ発信してれば回る会社じゃなくて YouTube は逆に言うともかけてる時間とかコスト広告費を考えたら大赤字ですね ものすごく広告費も使ってるしそれから YouTube を発信するのにテレポを入れてるのは外部委託の業者様だったりとかあとは内部でも YouTube だけで関わってるメンバーが2人3人とかいたりとかっていうふうに考えるとまあものすごい人件費とコスト広告費をかけているのでとてもじゃないけど YouTube の収益では赤なんですよねそんな中新型コロナウイルスで人を集めてはならないという状況になって もう本当に最初2ヶ月間、ほぼ売上ゼロに近い状態になりました。まあうちはその時に会議室とかも予約していたので、1ヶ月の会議室代のキャンセル料800万とか払ってましたからね。1億弱会議室代使うので、うちの会社っていうのは、まあそれらの赤字を垂れ流しながら、どん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 キャッシュがなくなっていくっていう、まあ会社経営者としては恐怖を感じるような体験でした。 まあただね、そこでなんか、うわ、怖ーいっていうトーンでは全然なくって、あの、社員メンバーみんなで集まって、よし、来たと。会社を変える時だと言って、我々は挑戦するのだと。いつかどうせやらなければいけない、もしくはやりたいと思ってた挑戦、ちょうどいいじゃないか。この機会にやってしまおう、みたいなノリでですね、事実。えー、そのコロナが、まあ始まってからこの2年ちょっとの間に、新規事業、 をを個立ち上げるとといいうですねててつもないチャレンジをししきましたまあこの2年間で始めたことだけをざーっと言うと、焼肉マフィア池袋店をオープンし、株式会社カモブックスという出版社を立ち上げ、えー、それからオンラインサロンのカモビズシードの持ち株のシステムを作り、オンラインサロンのチームカモ頭ジャパンを大幅リニューアルをし、 講座で言うと、話し方の学校、サテライトのオープン、カモイングリッシュ、コミュニケーションの学校、カモ塾ライト、表現力の学校、売れる講師養成講座初級編、セールスの学校、そして発信としては、このボイシー。 カモメールをリニューアル、YouTube のコミュニティ記事のリニューアル、Facebook 記事の書き方のリニューアル、Instagram を横スライド投稿に変更、TikTok のスタート、YouTube ショートのスタート、1899モールというライブコマースでアパレルの販売、えー、それから、 ラえっと、クラウドファンディングのプラットフォーム、カボファンディングの立ち上げ、えー、販売代理店カモエージェンシーという仕組みの立ち上げ、そして最近では NFT、Web3 おじさん1万人育成計画と、エデュケーションパスポート NFT の発行などなどですね。まあ今まだ、えっと、プランニングで進行中で、スタートを切ってないプロジェクトもあと10個ぐらいあるという状況になっています。 まあ本当によくここまでやってると自分でも思うんですけど、まあ今日の結論なんですけど、挑戦するとリスクめちゃくちゃあります。やっぱり新規事業って基本的に最初、まあ赤字なんですよね。焼肉マフィアだってオープンするのに9000万ぐらいかかってるんですよ。9000万かけて年間の売り上げが2400万ぐらいだったので、それはもう、 お赤字ですよね。だって9000万円コストをかけてたたった2400万円しか売ってないわけですから、まあ仮に2400万円売ってね、利益率が10%だったら優秀ですよ。それ240万円ですから利益。 9000万かけてるわけじゃないですか。お前算数弱いなってあの、西野さんにも言われたことありますけど、まさに何年かけて回収するんだって。まあもちろんこれからどうにかして回収をもっとしようというふうに頑張ることはやりますけど、最初からね、黒人なんかならないんですよ。うん。やっぱりかけたコスト、それから時間ですね。人件費。とにかく挑戦するときには全て先に出す。 っていうことなんですよねなので新規事業を30個立ち上げるのに、まあ、これあのものすごいざっくりした言い方になりますけど例えば1個の新規事業を立ち上げるのに1000万ぐらい人件費とかね時間とかコスト広告費などを投資したとしますよ 30×1000 万ですよ。 それぐらいは余裕で使ってます。まあ、焼肉マグヤが9000万なのでね、もうそれプラス8000万ぐらいだと思ってもらっていいと思います。それぐらい私たちは2年間の間にコストを投じ、時間を投じ、人件費を使ってきたってことです。なので、挑戦するときにはリスクはあります。じゃあなぜ挑戦するのか。それはそのリスクをとってあまりある。 リターンがあると感じてるからですもうここは感じてるがポイントですリターンが見込めるとかとはちょっと違いますまあお金の話をさっきしちゃったのでお前お金どうすんだっていうことかもしれませんけどもちろんお金の回収も努力しますがもう挑戦しているそのプロセスで実はお金以外のリターンは始まってるんだってことをめちゃくちゃ感じてます まあ、例えばですけど、これだけの投資、まあ、数億円回して、もう3億円以上の投資ですよ。正直言うと、この2年以上でね、3億円どころじゃないかな。もっと投資してるかもしれません。で、その投資をしながら、ちゃんとキャッシュを稼ぐって、相当力がないとできない。まあ、3年前の僕にはできなかったと思います。でも、それができるようになったという、自分自身の自己成長があります。そして、これだけの新規事業、僕一人の力でなんか、とってもできないですね。 もう社員の採用、この2年間で12人です、その12人の新入社員が新規事業を30個立ち上げているということです、彼ら、彼女たちの成長、これもうすでにリターンなんです。 そしてままああ仲間ですよね、まあ、うちの会社は本当にありがたいことにお客様がめちゃめちゃ応援のために動いてくださっていますまあ今日も話しました全国講演会あれ、千冊講演会とかが入ってるんですよ200冊もしくは千冊先に買っていただいてさらにお客様を集めて僕のファンになってもらおうって努力している全国でそれが起きているってことなんです。 そういう仲間との出会いは僕がチャレンジした瞬間から生まれているリターンです今立ち上げてる NFT これをやらなかったら僕は久保田望と今ほどの関係にはなってないどれほど彼から今僕が影響を受けて成長し喜びを感じているかってことです挑戦するものはやっぱりリスクがある出すものはお金や時間ですでも、 得られるものは実はお金だけではなく体験が得られる成長が得られるそして仲間が得られるこの3つが得られるっていうことを実感してますという放送でございました皆さんもこの3つを得たければ挑戦していきましょうそれでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますようにせーの いいね